ホンダは2023年6月、フロム2023年モデルの国内販売を開始した。5500円アップで、新色にカラー登場。新型、フロム、国内2023年モデル、どこが変わったのか。デビュー10周年を記念し、歴代フロムもわかる動画です。2021、国内モデル、から、2023、国内モデル、主な変更点。平成32年、令和2年、排出ガス規制に対応。形式、2BJ、JC92、から、8BJ、JC92。車重、102kg、から、103kg。トルク、11Nm、5500rpm、から、11Nm、6000rpm。燃料消費率、68.5kmpl、から、66.3kmpl。リアサススプリング、イエロー、から、ブラック。キャリパー、ゴールド、から、ブラック。カラー&グラフィックの変更。廃盤、灰、フォースシルバーメタリック。廃盤、黒、マットガンパウダーブラックメタリック。新色、赤、ゲイエティレッド。新色、黒、アステロイドブラックメタリック。価格、38万5千円、から、39万500円、5500円アップ。排ガス規制対応で 1kg 重くなり、燃費は 2.2kmpl 悪くなった。このご時世、税抜き5000円アップで抑えたホンダの企業努力はすごい。ที่พูดมาไม่ใช่เรา New Honda Grom แต่งใหญ่ใส่ให้สุด歴代グロム。グロム2021年モデルの販売計画台数は年間2500台。それがなんと2023年モデルは4000台へと強気のアップ。国内外で大人気のグロム、初登場から10年を記念し、歴代グロムの紹介です。グロム、2013年モデル、JC61 前期。タイホンダから発売されたレジャーバイク MSX。騎式号 JC61 とされた MSX125 は、タイでは2013年1月、欧州では同年5月。日本ではグロムの名で同年6月、北米でもグロムの名で同年9月から発売された。グロムは、グロメット、ノタンスク語、若いサーファーやスケートボーダーなど、エクストリームスポーツを楽しむ若者という意味、ジャストサイズで見せるスペックを開発コンセプトに、扱いやすいサイズでありながら、大型スポーツ車のような本格装備という構成で登場した初代グロム。タイで作られているウェーブ 125i のものをベースに、クランクケースなどを専用品に変えたもの。フロントサスには倒立フォークを採用し、リアサスには軽量でシンプルなモノクロス式とし、一人乗りでも二人乗りでも最上の乗り心地を両立するクッション性能を持たせた。車両形式 EBJ JC61、 エンジン形式 JC61E、 機種名グロム 125D、 車体色パールクインビーイエロー、パールバレンタインネット、アステロイドブラックメタリック。当時価格29万5000円、税別。グロム、2014年モデル、 JC61 前期。発売から1年、2014年4月にはマイナーチェンジし、シンプルなホワイトが追加。ヘッドライトステー、シートカウルが同色になることでまとまり感がアップ。前後キャリパーやホイールをゴールドにすることで高級感をプラス。車両形式 EBJ JC61、 エンジン形式JC61E、 機種名グロム 125E、 車体色廃止パールクインビーイエロー、新色パールヒマラヤズホワイト、継続パールバレンタインネット、継続アステロイドブラックメタリック。当時価格30万5000円、税別。グロム、2015年モデル、 JC61 前期。さらに翌年の2015年3月にもマイナーチェンジし、初代で人気だったイエローが復活。サイドとリアカウルには当時人気を博したマット塗装を施して登場。その他にシラウド部のグロムのロゴも全モデルから大きく表記。車両形式 EBJ
JC61 エンジン形式 JC61E 機種名グロム 125F 車体色廃止パールバレンタインネット新色マリゴールドイエロー継続パールヒマラヤズホワイト継続アステロイドブラックメタリック当時価格31万円税別グロム2016年モデル JC61 後期初代登場から3年が経過した2016年6月に外観を一新ヘッドライトを縦型2灯式 LED に変更燃料タンクキャップをヒンジ式に変更アンダースラングの排気管に変更マフラーをダウンタイプに変更ホンダの二輪車では初のフォールディング機能付きリトラクタブルキーの採用車両形式 EBJ JC61 エンジン形式 JC61E 機種名グロム 125G 車体色廃止マリゴールドイエロー新色レモンアイスイエロー復活パールバレンタインネット継続パールヒマラヤズホワイト当時価格32万円税別グロム2017年モデル JC75E 平成28年自動車排出ガス規制に適合させ形式名を変更2017年7月のマイナーチェンジではマットアクシスグレーメタリックが新たに追加それまでブラックだったリアショックスプリングがレッドに変更となりまるでカスタムしたかのような見た目に車両形式 2BJ JC75 エンジン形式 JC75E 機種名グロム 125H 車体色廃止レモンアイスイエロー新色マットアクシスグレーメタリック継続パールバレンタインネット継続パールヒマラヤズホワイト当時価格32万5千円税別グロム2020年モデル JC75E 販売故障はグロムからグロムに変更2020年3月のマイナーチェンジではロスホワイトが追加その他にエッジを強調するグラフィックや前後ブレーキキャリパーはレッドホイールはブラックに変更された車両形式 2BJ JC75 エンジン形式 JC75E 機種名グロム 125L 車体色廃止パールバレンタインネット廃止パールヒマラヤズホワイト新色ロスホワイト継続マットアクシスグレーメタリック当時価格33万円税別グロム2021年モデル JC92 2021年3月に登場したのが2023年現在も発売されている JC92 全面改良により形式名が変更またも外装が一新されエンジンも新たに開発された空冷単気筒 123cc エンジンを搭載それまで4速だったトランスミッションが5速に進化しフロントには1チャンネル ABS を採用車両形式 2BJ JC92 エンジン形式 JC92E 機種名グロム 125AM 車体色廃止ロスホワイト廃止マットアクシスグレーメタリック新色フォースシルバーメタリック新色マットガンパウダーブラックメタリック当時価格35万円税別グロム2023年モデル JC92 令和2年排出ガス規制に対応し2023年6月に登場カラー変更&排ガス対応をしたが税抜き5000円アップで収まった車両形式 8BJ JC92 エンジン形式 JC92E 車体色廃止フォースシルバーメタリック廃止マットガンパウダーブラックメタリック新色アステロイドブラックメタリック新色ゲイエティレッド現行価格39万500円消費税抜き本体価格35万5千円レーサーグロムその他グロムといえば街乗り以外でも HRC からレーサーモデルも発売されており全国各地のサーキットレースでも大人気ホンダグロムの形式2013年から2015年モデル JC61 前期1型初期型2016年モデル JC61 後期1型2017年から2020年 JC75 2型2021年から現行2023年モデル JC92 3型現行
歴代ブロムの見分け方。1型、初期型、ダイヤヘッドにアップマフラー。2型、縦にヘッドにダウンマフラー。3型、現行型、八角形ヘッドにダウンマフラー。覚え方。はい、丸1、縦に、バチ3。はい、丸1、縦に、バチ3。はい、丸1、縦に、バチ3。グロムの最高速。メーター読み、115km/h。それでは、早速、新型グロムの最高速を聞いてみましょう。お願いします。はい、ということで、このグロムの最高速は 102.759km でした。個人的にはエイプ100が大好きだったので、グロムが出た時は違和感しかなかったのですが、今や世界中で大ヒット。いじれる4ミニとしてアフターパーツの多さはこれからも愛され続けるでしょう。今年グロム10周年アニバーサリーモデルを作らないのであれば、20周年の時にぜひとも特別なメモリアルモデルを作ってほしいです。今後もいろいろなオートバイ関連情報を発信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。